はい、どうも、荒川です。これなんだ？なんかね、深海系の何かな気もするし。なんとね、こちら、うなぎ銀歩と呼ばれるね、深海ではないけどかなり珍しい生き物が浜に打ち上がっていました。こんな感じで今日は珍しい深海生物がどんどん打ち上がってきたので、それを紹介していきます。それでは映像にどうぞ。まずは画面中央にいる白いものに注目してください。これね、珍しい生き物ですよ。捕獲に成功しました。皆さん見てくださいよ、これ。これね、タコ船って呼ばれる生き物で、めちゃめちゃ珍しいんですよね。パッとした時の見た目、アンモナイトじゃないですか。これね、太平洋とかの超沖にね、群れをなして泳いでたりするんですよ。で、なかなか、ほとんどこういう近海とか漁港とか浜には来ない生き物で、本当に冬のこの時期だけ見れる超貴重な生き物です。早速次の個体の捕獲に成功しました。画面のね、黒い部分に見えてるのはこれ、墨です。そう、このタコね、殻背負ってるけど墨吐くんですよ。やばいやばいやばい、ほらこれね、青イガイっていうアンモナイトみたいな見た目した貝の貝殻なんですよ。やば、こんなのがね打ち上がってるんですよ、浜に。めちゃめちゃ珍しいですよ、これ。ちょうどね、中身はいなくなっちゃってるんですけど、殻がねこうやって打ち上がるんですよね。これね、さっきね落ちてたタコ船って覚えてます？あれのね、中身ですね。でね、こっちがそう、この貝が抜けた殻ですね。住居。大体こういうタコ船の中身、タコはこの貝を生涯で1個しか作れないんで、こうやって出て打ち上がっちゃった場合は死んでしまいます。ちょっとダメっぽいですね、これは。なんで回収して標本にしようと思います。イカ、これイカですよ。こんなイカも打ち上がってますね。これ何イカだろう？ホタルイカ系かな。ちょっとね、珍しいイカが打ち上がってました。これも多分深海系かちょっと分かんないんでキープします。クラゲの破片がね、めちゃめちゃ落ちてるんですよ。これとか、あー、これ大サルパかなんかですね。光られてますけど、サルパっていわゆるクラゲとかそっちに近いような仲間のなんか、これもね多分波にあおられて打ち上がってますね。結構珍しいですね。なんとね、また落ちてましたよ。これもね、殻ですね。これね、結構完品で割とね、その状態いいです。でね、展示とかこうやってね置いてね、インテリアじゃないけどそうやってね、好きな人は置いてます。貝殻集めたりするのが好きな人が、こういう青い貝とかタコ船、これはねタコ船なんですけど、こういうのをね家に飾ったりする人もいます。ちなみに荒川の家にも何個かあったりします。クラゲばっかですね。この辺もどんどんクラゲとか、あとはこの辺はボラかな、ボラとかも打ち上がってます。またイカが打ち上がってました。これも多分ね、ホタルイカ系のなんかだと思うんですけど、目がでかいんで多分深海系のイカかなんか。捨てんなー、マジかー。割れて中身が出ちゃってますね。これね、多分もうちょっと前に来れば生きて打ち上がってたのが割れちゃってますね。うわー、もったいないなー。これね、樽回しって呼ばれるね、深海系の生き物なんですけど、結構ね珍しくて、この樽の中に隠れてるんですよ。パッと見た目がエイリアンみたいなかっこいい見た目をしてる生き物です。結構可愛らしい泳ぎをして、バックするような風に泳ぎます。この日はね、なんとタコ船がねめちゃめちゃ数が取れて、タコ船ね、この貝殻の横の方に角が生えてるのが特徴的で、可愛らしい見た目をしてます。大きくなるとね30センチくらいのもどうやら取れるらしいんですが、今回はこのように、ね、人差し指の先端サイズくらいのがたくさん取れました。なんかね、深海魚がねいたらしいので入ったかな。こちらはね、ワニギスって呼ばれる結構珍しいタイプの深海魚です。透明なやつがねたまに見つかるんですけど、このサイズのワニギスは人生で初めて見ました。しかもなんと弱ってたんですけど、ギリギリ生きていました。もう1匹追加で取れました。こっちもねタコ船なんですけど、ちょっとね殻から出そうで少し危ないです。あとここね、墨入ってますね。こっちこれが墨です。タコ船の一応3個体目です。皆さんやばいっすよ、これ深海魚っすよっていう冗談はさておき、これね、タカノハダイっていう大きくなると茶色っぽくなる魚の幼魚で、実はね子供の頃こんな感じの見た目で銀色なんですよ。まあね、大きくなってほしいんで今回は逃がします。なんとね、ここにえますかこの貝殻。これね、青以外、まあ、さっき生態とか捕まえてたと思うんですけど、その殻がね打ち上がってたんですよ。こんな感じでね、波打ち際に打ち上がってるこういうのを拾うのをビーチコーミングって言ったりします。これがねちょっと見た目が卑猥なやつですね。みんな大好き、あれに似てるやつです。一応ね名前としてはヨーラックラゲっていうクラゲです。冬の時期になるとこういう浜とかね漁港にいたりするやつです。すごいけんね。かわいそうだから返してあげるか。海に返してあげる。バイバイ。これはイワシとか普通の魚の仲間だと思います。深海魚ではないかな。落ち葉にね紛れていましたよ。これもね完品のなんだこれタコ船かな？タコ船の殻がありました。今回のサイズはみんなこれぐらいで。まあ指の先ぐらいのサイズでちっちゃいのが多いです。だから多分群れごと来て打ち上がったんだと思います。ここにね皆さん分かりますか、これカレイの仲間ですね。多分ねダルマガレイとかの仲間で、まあ、若干深海寄りの深海魚かな。カレイはね幼少期ね透明なんですよ。ほとんど漁港でしか見れないんですけど、稀に浜に打ち上がります。皆さん見てくださいよ、これビニールゴミに見えますよね。これね、なんとね、オオサルパっていう実は生き物なんですよ。ほら、よーく見るとね、臓器っぽいの見えたりするでしょ。これ、オオサルパっていう生き物の打ち上がってね、ちょっと干からびた図です。だからね、ビニールゴミじゃありません。そう、こんな生き物も深海からやってくるんですよ。これね、イカと桜エビですね。全く同じような場所に打ち上がってたから、やっぱりね、打ち上がりやすい場所とか傾向があるんだと思います。上がね、ホタルイカ系か、まあ、青以外タコ船の殻がないやつで、こっちはね普通の桜エビで、まあ、たまに食べると美味しいやつです。こちらもねタコ船の殻ですね。ちっちゃいな。本当に可愛らしいサイズが今日はポコポコ打ち上がってますね。なかなかねタコ船見る機会がないから、本当は生きてるのもたくさん見たいけど、今日は殻多めでした。こんなところに埋もれてましたよ。これもねタコ船の殻ですね。こうやってねほっとくと砂に埋まってっちゃって、みんな気づかないで埋まっちゃうんですよ。カレイの稚魚です。東海長ダルマガレイかダルマガレイかちょっとわかんないですね、このサイズだと。ちなみに生きて泳いでるとね、白濁りせず綺麗な透明な色をしてたりします。なんだこれはよくわからん。終わり。こんな感じでねパッキングをして、見てくださいよ、これ。これね、深海の生き物で、多分、オオサルパっていうような生き物で、ブヨブヨですね。いやー、すごいよ。これが口みたいになってるんですよ。で、生き物をどんどん飲み込んでいく。飲み込んでいくわけじゃないんですけど、まあそういうクラゲの、まあクラゲっぽいような感じのやつかな。さて、最後はね、裸イワシというね、ちょこちょこ荒川のチャンネルで上げてた深海魚がまた取れました。めちゃめちゃ綺麗なんですけど、この生き物が深海から上がってくるからこそ、表層にね、違う種類の深海魚が上がってきたりするロマンを持った魚です。それではね、こいつたくさん取れたんで、ちょっと食べてみようと思います。はい、ということでね、今ね、取れた裸イワシがこれなんですけど、ちょっとね、味が気になるので、これ食べていこうと思います。ね、海の魚はね、生で食えるんですよ。皆さん刺身食べたことあると思うんで。じゃあ、こちらの裸イワシいただきます。はい、ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。今回ね、こんな感じで、深海魚のワニギスから缶とかにくっついてるね、タコ船って見た目アンモナイトみたいな生き物まで捕獲に成功しました。それではね、ちょっとね飼育っぽい映像に移っていこうと思います。はい、ということでね、タコ船をねなんとか家に持ち帰ることに成功しました。今ね家の荒川の水槽、まあ、ちっちゃい水槽で展示してるんですけど、まあ、こういう風にねちょっと泳ぎ回ったりしてます。ちょっとねこいつら飼育が難しいので、まあ、どれくらい持つかわかんないんですけど、まあ、ライブ配信とかも含めてねちょっと放送できたらというふうに思います。今んとここういうふうにねいろんなところをちょっとね泳ぎ回ったりしてるんですけど、どういう状態が正常なのかちょっと分かってないです。ただね呼吸は少し早いので、水温を上げたりとかねエアタイタイとかちょっとずつ調整していこうと思います。